フランツダン地フランツイグナーツダツ地は、ドイツのチェリスト、指揮者、作曲家。マンハイム、ミュンヘン、シュトットガルト、カールスルーへの宮廷楽団員として過ごした。バイエルン宮廷楽団の首席チェロ奏者で、モーツァルトからも賞賛された著名な、イタリア人のインノチェントダツ地は父親であり、作曲家で、声楽家のフランチェスカルブランは実子である。団地は、 ヨーロッパの演奏会の歴史において重要な時期を過ごした音楽家の一人である。その経歴は後期古典派音楽から初期ロマン派音楽へと作曲様式の過渡期に広がっており、今日のコンサートホールやクラシック音楽の聴取層の誕生と時を同じくしている。団地は青年時代にモーツァルトを知って敬意を抱きベートーベンと同時代人であったが、 ベートーベンの音楽については強烈な感情を寄せていた。そして若きウェイバーの指導者であり、その作品を尊重して、普及に努めた。シュベツィンゲンに生まれ、マンハイムに育ち、ジップとゲオルク・ヨーゼフ・フォーグラーの指導を受けた後、1778年20代の若さで、プファルツ選定ーカール4世、フィリップ・テオドールの比類内宮廷楽団に迎えられる。 バイエルン選帝校くらいを継承したカールテオドールが同年に宮廷をミュンヘンに移した後も団地は地方のマンハイムに泊まっていた。マンハイムに残された小劇場のオーケストラで修行を終えると1784年に父親の後任としてミュンヘンの宮廷楽団に首席チェリストに再入団する。この間1780年に 木管楽器のための最初の作品がマンハイムで出版されている。1790年に声楽家のマリア・マルガレーテ・マルシャンと結婚し、夫婦で連れ立ってライプツヒア・プラハ、ベネツヤ、フィレンツェにオペラ巡業を行った。1798年までにもう一度ミュンヘンに戻り、ヨーロッパ随一の音楽の中心地で第二宮廷学長の地位に昇格するが、 1807年には、宮廷で受けた大遇への不満や、さらなる昇進が見込まれないことへの落胆から、ミュンヘンを去って、シュトットガルトに行き、より小規模で、さほど重要と言えない、ビュルテンベルクをフリードリヒ一世の宮廷学団の学長職に就任した。5年後には今度は、カールスルーへに移って、 晩年を王立音楽院に捧げ、宮廷の平凡な音楽体制を恥ずかしくない者へと引き上げようと検討した。団地自身は第一級の作曲家とは言えないものの、音楽家としてはすこぶる有能であった。作品の最大の長所は、魅力的で響きが良いこと、そして巧みに調達されていることであろう。今日では主に木簡五十層の作曲家として名を残しており、 それぞれの特色を生かした楽器の扱いは、なるほどあっぱれと言うべきである。当時の主要なジャンル、例えば歌劇や教会音楽、八つの公共曲を含む還元楽曲、多種多様な室内楽曲を作曲している。それでもダンツは、チェロの第一級のビルトオーソなのであり、なおかつ、あらゆる記録によると影響力ある楽調にして指揮者だったのである。 2005年に種別人間の私立ホールがフランツ団地を叩いて解明された。ありがとうございます。